石原アキラの経営のヒントプラス。経営のヒントプラス第六百十五回目お届けしてまいります。こんにちはナビゲーターの福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。今日は続きですね。はい、そうですね。はい。はい、いやもう本当にね小島社長のお話って本当にいつもこのやってきたリアルなことを教えてくださるのですね、はい。そうですかね。ありがとうございます。ありがたいなと思って聞いてます。はい。はい。 口コミが起こりやすい業界か起こりにくい業界かっていうのも考えないといけないんですよ。確かに。はい。これね、あの、ちょっとこれ、えっ、ー、と、これ、映像で見せれば一撃でわかるんですけど、この縦軸と横軸で、はい、縦軸が誰に、あの、誰にでも話をできるか、はい、あの、なんですよ。で、うん、横軸が、あの、複数で話を、あの、話をできる話題かっていう、 うん、そうすると右上っていうのは誰にでも話ができて複数であのまあ誰にでも話ができて、うん、あの複数でなんかできるものなんですよ、はいで。逆に右下っていうのは誰にでも話ができなくて一人でしかできないものなんですよ。左下が。左下ですね。右上っていうのは何かっていうと映画とかホテルとか予約が取れないお店とかみんなで行けたりするし。はい。そうなんですよ。でもしくはあの あんた行きなよとかって言いやすいっていう。みんなに話もできるし、一緒に行くこともできるし。逆に左下っていうのは何かっていうと、まず話ができない。じゃあ、薄毛のクリニックとか、絶対にバレないカツラ、男性の。めっちゃ内緒にしたいです。そうなんですよ。これって言えないじゃないですか。言えない言えないし、みんなで行けないじゃないですか。そうそうそう。左下にあるんですよ。この左下を、 あの、右上にできるかどうかが勝負、はい。なるほど。はい、はい。で、これ、あの、まあ、あの、僕が美容クリニックやってた時もそうですけど、やっぱり、包教とかってきついんですよ。はい、親友には言えるかもしれないですけど、はい、それとか、あの、脂肪吸引とかっていうのは、やっぱりちょっと厳しいんですよ。うん、なので、右上にするために、じゃあその、脱毛の何かをお友達同士できたら、なんとかとかっていうふうにして、うん、あの、そういうふうにして、この、 何とかしてひ、あの左下のところに入っちゃう商品だったら右上に、まあ、フロントエンドで商品を変えるとかっていうことをやっていかないと、やっぱ口コミはやっぱ起こりにくいというか。うそうなんですよ。あとは、もう一個は、これそもそも論として、人間は、どんな、まあ、みんな、どんな内容を話題にしたいのかっていうのも考えるべきなんです。うん人の不幸とかスキャンダルってやっぱりいいんですよ。 あの、これはちょっと口コミに、あの、この商品売るっていうのは関係なく、やっぱ人の不幸は蜜の味じゃないですか。うん、誰かがうまくいったっていうのは全然聞きたくないけど、うん、あの人離婚したよっていうのはみんなに話したいはずなんですよ。あの、すごいイケメンと結婚したより、うん、あの、とんでもないぐちゃぐちゃでなんか、ね、大変なことになってんだよねっていう。うんうん、別れたよっていう方が、やっぱりあのみんなに言いたいっていうのと、あと芸能人もそうですし、やっぱりスキャンダルとかっていいじゃないですか。 か。うんで、なのでこれ僕何かで一回見たんですけど、すごいなと思ったのが、すごいチラシがあったんですよ。それ何かっていうと、工場が火事になっちゃったんです。はい、はい。で、潰れる寸前なんですよ。で、商品の半分以上が燃えちゃったんですよ。うん、どういうチラシかっていうと、半分燃えたところで、もう死にそうな顔して、半分燃えちゃってこれが売れなかったら、うん 潰れちゃうんですっていうチラシ。うん,うん。それってうまくちょっと不幸。まあ、これは不幸を売りにっていうのは、まあ、ちょっといいのか悪いのかわかんないですけどね。うん、そういうのとか。あとは、このみんな大逆転ストーリー好きなんですよ。ビリギャルみたいの好きなんですよ。うん、ギャルで勉強してなかった子がいきなり慶応に入っちゃったっていうのはいいんです。でも、あれ、本当は、あの。 何かで林先生が言ってましたけど、自分はああいうのは嫌いだと。な、うんでかというと、小論文と英語しかないから、うん、英語だけ半年間死ぬほどやれば、10人か20人一人を受かっちゃう人がいると。な、うんでみんなあんなのを信じてるんだみたいに、まあ、あの、分かる人が見たらそうなのかもしれないですけど、うん、普通の人はそんなの知らないじゃないですか。うん、はいは。なので、やっぱり大逆転ストーリーっいのはいいんです。なんで、改正から東大ハーバード外資系コンサル年収5000万、<laughs> 石原さとみと結婚しました。やっぱりきついんですよ、これ。<laughs> これはね、きつくないですかいや、誰も共感できないです、ねまあまあ。一瞬ニュースでは見ますけど、<laughs> うん、これ、ね、こいつなんやねんっていう。そうですね。そうなんですよ。すごすぎて。そうなんです。共感できないんですよ、うんはあ。なので、大逆転しないとダメなんですよ、やっぱこれ。そうだって、あの、ハリウッド映画も全部そうじゃないですか。うん、あの、最初、ダメだったのがだん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 、 なんか力をつけてっていい感じになって、でも落とされて最後大逆転じゃないですか。うん、それをいろんなパターンでやってるだけじゃないですか。だからこれ世界共通で大逆転というのはストーリー好きなんで、はい、だったらその商品とかサービスにも大逆転ストーリーをやっぱ入れるべきなんです。ストーリーを入れるべきなんです。物語を。うんうん、そこに開発秘話とかがあったらやっぱりすごくいいんですよね。 だからあの、昔で言うとこのプロジェクト X みたいなやつですよ。はい、あれって途中必ず倒産寸前まで行くじゃないですか。うん、最初からうまくいって IPO まで行っちゃいましたっていうのはプロジェクト X じゃないんですよ。うん、誰もやっぱり共感できない。あとは共通の敵ですよね。はい、あの、これは僕が実際クリニックやった時にや、あの、ホームページでまさに書いたのが、今までの業界の古い習慣、慣習と戦いますっていう。うん だから、まあ、ヒアルロン酸だったら、美ですと。うん、みんな、安ければいい。とか、うん、早ければいいとか、うん、あの、ダウンタイムっていう、その,こうその後からの、それさえなきゃいいとかって言うけど、美容でしょ、美でしょと。うん、え、美が一番大事なんじゃないのっていうのとか、うそう,そういうようなことですね。あの、 なんで、もうこれを言ったら、同業者から嫌がらせとか叩かれるかもしれません。でも私はこういうお客さんのことを考えてるんで、そんなのは一切無視しますと、うん、全力で戦いますっていう。そういうのってやっぱり話題になるんですよ。うん、あとは、ありえない出来事。これですね、あの、僕が言っていた、あの、50年やっていた超老舗の洋食屋さんが、はい、 来月閉めるって言い出したんですよ。はい、おじいちゃんが。まだできるのに。うん、まあでも結構有名だったんですけどね。もう奥さんと喧嘩してるんですよ。うん、ババアをうく持ってけみたいにであの。知ってる人は笑ってるんですけど、初めて言った人は引くんですよ。<laughs> あまりにも口が悪いから。はい、それがまさかのですね、宝くじの一等が当たったから、店閉めるっていう。もういいやっていう。<laughs> これはこれで面白いじゃないですか。面白いですね。最後言っとこうかなみたいな。はい、そうなんです。それとか、やっぱりこの、 なんか、自分の、さっきもちょっとモノマネのとか、自分の趣味のコミュニティの、そういうのがあるよとかっていうのは、その、やっぱりお互いにその趣味が合ってる同士だったら行ってみようよとかってなりますし、あとは、まあ、さっきの一番最初の人の不幸と同じだけども、やっぱり自分の失敗談をさらけ出す。これやっぱり、こういう内容、この辺の、まあ、普遍の人が興味を持ったりとか、共感したりするっていう内容を、自社の商品にどれだけ、 とかストーリー、ただマスコミに出るんだったらその物語の中にどれだけ生かす、入れられるかどうかっていうのがすごいやっぱりこの口コミを起こす上で重要かなと思います。はい、はい。で、あとですね、えっ、ー、と、まあ、考え方として、あの、まあ、一番最初に言いましたけど、この、 紹介とか口コミっていうのはあくまでも売り上げの主軸じゃないですよと。プラスアルファで毎年紹介や口コミが積み上がっていくイメージなんです。で、これね、勘違いしちゃう方がいて、お金で釣ろうと思うんですよ。でも一般のお客さんはお金釣られないです。お金で、なんでかっていうと、大事なお客、人にですね、紹介して、後でキックバックもらってるっていうのが分かっちゃったら、それが嫌なんですよ。うん だって、なんか嫌じゃないですか。あの、まあ結局、誰か紹介してください。いくらお礼を渡しますからっていうのは、言葉変えると、あなたに賄賂を渡すから友達を売ってくださいってことじゃないですか。うん、これってネットワークビジネスなんですよ。うん、なっちゃうんです。うん、なので、後で紹介した人に対して、キックバックがバレることを、やっぱり危無意識に危惧しちゃうんですよ。うん、だから紹介してくれないんです。なので、やるとしたら、 紹介した人、はい、紹介された人、どちらにも同じメリットがあればいい。お金じゃなくて、はいうん。割引でも何でもいいです。はい。だったら、ギリ成り立かったんだと。うん、ただ、それよりは結構重要なのは、あの、ストーリーにも関わってくるんですけど、うん、このね、使命感に訴えかけるってことなんですよ。うん、例えば、その、ターゲットとか、 あの、比較軸がちゃんと合っていて、その人が本当に満足していただいたら、こういうね、例えば良くない業者とか、良くないことから、あなたの大切な家族とか友人を助けてあげてくれませんかそれに協力してもらえませんかっていう、そういう使命感に訴えかけた方が、よっぽど多分、紹介してくれるんですよ。うん、はい。お金で釣れないんですよ。うん、残念ながら。そう。ここをね、間違いを言うと、 商品券がいいですかとかもうそういう、これはお客さんの声を取る話ではないので、うん、そう。ここで一緒にしちゃう方がいるんですよ、なんか。はい、あ。いくら渡せばいいかみたいな。アフィリエイトだと思ってるんですよ。あれはビジネスじゃないですか。うん、うん。この口コミで紹介っていうのはビジネスじゃないので、本当に良ければ、だって、あのラーメン屋うまいよっていうのって別にそこからキックバックもらわないじゃないですかですっていうのと同じ話。うん、なんかの話題になって面白いからとか。うん あとは、もう一個大事なのは、紹介してくれるのは少数派ということ。うんはい、どんなに乗顧客で何でも買ってくれるけど、紹介してくれない人の方が多いんですよ。うん、それはもうしてくれないんです。わ、うん、かんないです、何でか。うん、でも、買ってくれるんです、何でも。うんはい うん、一番高額なもの買ってくれるのに紹介してくれない人っていうのはやっぱりいるんですよ。じゃあ、紹介をお願いすべき人ってはどういう人かっていうと、こっちが何にも言わないのに、一回でも過去に紹介してくれた人にお願いして頼む。で,できれば使命感とかそっちで、うんうん。助けてあげてくれませんかと。これに協力してくださいと。私たちはこういう業界のこういう古い監修とか、こういう悪い人たちと戦ってるんでと。とか、 その過去に紹介してくれた人ってことは紹介された人がいるわけじゃないですか。うん、その紹介でお客さんになった人。二、うん、つ目。三、うん、つ目は、情報発信媒体を持ってる人。うん、まあ、あの、ブログやってるでもいいし、うん、YouTube やってるでもいいし、うん 場合によってはなんかママ友のリーダーでも何でもいいです。この媒体じゃなくてもみんなが集まるところで喋なんか割と喋れるようなネットワークがある人っていうのはある意味発信媒体持ってると一緒じゃないですか。うん、そういうようなこの媒体持ってる人に、そういう人だけにお願いする。うんはい、で、あの、なので、うん、この、まあ、売上げのこの主軸という話なんですけど、あの、そもそも、 口コミっていうのはサブなんです。売り上げが上がらない限り口コミ増えないんですよ。はい、ってことは結局は売り上,上げ上げるのが先なんです。うん、だから口コミをっていうのは確率論なんで、そのためにはそれよりはもうそもそもやっぱり売り上,上げ上げるってを考えていかないといけないんです。うん、なので、その適切なマーケティングでちゃんと見込み客、まずはそのただ売るだけじゃなくて見込み客を集め、 るっていうことが重要ででそれをですね、まあ、リスティング広告とかいつも言ってますけど SEO とか、まあ、あの店舗だったら MEO とか、まあ、いろんな SNS を使ってもしくは FAXDM ダイレクトメール飛び込みでも何でもいいんですけどそれで見込み客を集めて見込み客に適切な情報を発信していって発信していって発信していって本当にいいその ターゲットだけを取れば取るほど、より紹介の可能性が高くなるんですよ。より分かってくれるから。やっぱり、いきなり何かキャッチコピーだけで売ると紹介出づらいんですよ。うん、はなので、そういうふうにして、きちっとその、見込み客のリストを取って、そこに対してあの、声のところで言いましたけど、ここでその声につながってくるんですけど、事例とか、そういう、うん あの、事例集みたいなのを作って、そういう情報を、まあ、あの、別にメールマガだったらメールマガでも発信してもいいし、郵送でそういう冊子を送ってもいいし、ファックスだとファックスで成功事例とかそういうインタビュー記事みたいなのを送ってもいいので、そういうふうにして何度も何度も送って、理解をしてもらって、ある意味その、まあ、マーケティング業界ではそういうのは教育って言いますよね。きちっと教いい意味での教育をして、分かって買ってもらえば買ってもらうほど、それを使ってもらえば使ってもらうほど、やっぱり紹介出るんですよ、うん。 なので、やっぱ全部繋がってるんですよね。だから、あの、紹介だけ増やそうってのはやっぱ無理なんですよ。口コミだけ増やそう。やっぱ最初の設計の段階から。ってことは見込み客を、あの、寄り取るためには、そもそものターゲットを設計、企画力っていうのがちゃんと、企画がちゃんとしないとダメっていうことで、結局、最初から最後まで全部やっぱり繋がってますよね、という、はい、あの話です。なので、そこを全部設計していけば、 ある1割とか2割、一割ぐらいですかね。紹介は出るよねっていうふうに、から、まあ、最大2割ぐらい紹介が増えてきたら、その商品っていうのはいい商品なんだなと思っていただいていいかなと。なので、紹介だけで全部とか、今紹介出てないのに、既存客に何とかして紹介してもらおうって言って、紹介キャンペーン、いくら割引とか、紹介してくれたら、 いくら商品券渡しますともうこれ,これやったら終わりますよという、うんはい、その辺が、まあ、紹介口コミのコツかなと結局はこれ全部そうなんですけど当たり前の当たり前に競合分析をしたり自社の強みをっていう当たり前のことをやってった先にしか口コミとかっていうのはないお客さんの声も取れないっていう当たり前の結論にはなるんですけど結局商売って何をやっても どうやったら本当にいいお客さんに届けられるかということを考えて商品なりサービスの開発をしてそういう人たちに刺さるような訴求を考えて適切なマーケティングをしてっていうことをやっていく先にいい声も取れるしいい声も取れればおそらくあの口コミも広がるしマスコミにも出れるしいいあの方を紹介していただけるとだから全部が繋がってるっていうことをまあやっぱり理解していただいて あの一箇所だけの最適化っていうのだとダメです。はい、全部普通なのでここだけ無理やり頑張ろうとするとおかしくなっちゃうんですよ。うん、はい。っていうことをまあ理解していただいたらいいかなと思います。はい。はい。まあ口コミはあくまでサブサブです。はいはい。はい、ということで大丈夫でしょうか。ご質問いただいてありがとうございました。はい 経営のヒントプラス第615回目お届けしました。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。